スティーブン・ジェームズ・レリュードは、アメリカ合衆国、ネバダ州リノ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、MLB テキサス・レンジャーズ参加所属。2003年の MLB ドラフトで、ピッツバーグ・パイレーツから3巡目指名を受け、プロ入り、ボルチモア・オリオールズ参加を経て2012年に、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍。同年8月24日に、メジャーを果たし、30日の、 ニューヨークメッツ戦でメジャーデビューした。この年はメジャーで3試合に出場した。オフに40人枠外となったが、マイナー契約を結んで残留した。2013年はメジャーで6試合に出場した。2013年11月11日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2014年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。 この年はメジャーには昇格できず、AAA 級グーインネットブレイブスに所属した。2015年1月13日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。この年もメジャーには昇格できず、AAA 級シラキュースチーフスに所属した。シーズン終了後の11月7日に FA となった。 2016年2月3日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。メジャー昇格はならず、4月4日に、AAA 級タコマレーニアーズに配属され、4月7日に自由契約となった。2016年4月29日、サンフランシスコジャイアンツ参加の AA 級リッチモンド、 フライングスクールレルズに配属され、シーズン終了まで所属した。2017年1月5日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。